皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年8月25日木曜日でございます。気温は26度といったところでございましょうか。実は昨日の引きこもりスアワーをご覧になってグリークさんからコメントをいただけましたのですよ。グリークさんありがとうございます。グリークさんのコメントを詳しく知りたい方はぜひとも昨日の引きこもりスアワーボリューム891をご覧になってくださいませ。そして感謝の気持ちを表すのはこちらの方でございます。グリークさん本当に本当にありがとうございます。それにしてもですよ、不幸森の本やらイベントへ足をお運びくださったりなどいたしてくださいまして本当に本当に嬉しいばかりでございます。イベントありましたよね。僕も実は引きこもりすなんていう風に言われつつもそういうところにはちょっと行ったことはあるのでございますよ。はい、あれですよね、各ケーキ屋さんで不幸森特製ケーキっていうのが作られましてものすごい量のケーキを食べた記憶がございます。はい、ケーキの撮影に行ったんでございますよ。そしたら各店舗さんから結構な量がありましてもう全部撮影する頃にはお腹がポンポンになっていた、そんな記憶がよみがえりました。そしてそうですね、某携帯ゲーム機にも出てますからね、いまだに中古屋さんにではあるのでございましょうか。ただきっと絶対数は少ないですからなかなか巡り合うことは珍しいかなとは思います。もしも巡り合うことがございましたらご入手されても損はないかななんてちょっとおすすめしちゃいますよ。何せ未だに古く感じず遊べることもできるようなそんな内容のゲームになっております。ですからちょっとおすすめなのではございますよ。これは真面目な話、はい、ただの宣伝ではなく何せ今頃宣伝しても仕方はございませんからね。とのことでして改めましてグリークさん誠にありがとうございますでございました。コメントとっても嬉しく拝見させていただきました。はい、そんなことでございましてまたもグリークさんよりのお便りも楽しみにしておりますよ。よろしくお願いいたします。ではでは僕の昨日のお夕飯コーナーに行きましょうかね。それでは行きますよ。僕の昨日のお夕飯は アイスクリームでございます。すみませんね、またアイスクリームで。アイスクリームのバニラ味でございます。結局のところバニラは牛乳だよというようなご意見とかいただけませんでしたのでそういうように考えたままでよろしいのですか。でも僕の中でよくよく考えたらバニラってバニラの木ってなかったっけっていうような気持ちになりましたよ。バニラって牛乳じゃなくてバニラの木からどうにかこうにかするのじゃございませんか。ということは牛乳じゃないのでございますか。お詳しくお願いいたしますよとのことでしてお便りこれまたお待ちしております。はい、そんなこんなでして皆様は決してアイスクリームなんて
そういう食事になさらないようお願いしますよ。僕だけですからね。僕は鍛えられているからこそアイスクリームでも大丈夫なのでございます。ですから一般の方がアイスクリームとしてしまったら大変健康を害するとは思いますからね。プロフェッショナルな僕でありますからアイスクリームが許されるのでございますよ。ということを言いまして、じゃあ本日のお便りの方行ってみましょうかね。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。もう声が枯れちゃってまして、すみませんですかラー、ありがとうございます。本当に枯れちゃってますよ、もう。そしてですね、本日のお便りの方拝見しちゃいますね。じゃん、これはまたこれはシンプルなお一言をいただけましたよ。これはどうなんですかね。これはですね、もしかしたら悪い意味にも見えちゃいますよ。なんて言うんですかね、裏表があるねみたいな感じにも捉えられますが、そういう意味ではないことと信じたいとは思います。はい、これを皆様に簡単にご説明しますとですね、そうですね、白と黒の色で裏表があるコインみたいなもの、これを裏返しにしたり表にしたりして、最終的にその色の多い方が勝利となるゲーム、そうしたゲームの僕というようなお一言でございますよ。今の説明、これ結構うまく言えたのではございませんか。そうなのです。もう裏表で白黒ある、そうしたゲームと言った時点でもうあれだなっていうように思われますよね。裏表で白黒ですから、はい、もう他にありませんもの。どう考えてもまさかここまで言って以後みたいなことはおっしゃいませんよね。さすがに以後は裏表じゃありませんから、はい、もう一個しかありませんよ。一個しか、それでございます。それの最後の、はい、語尾に僕っていう言葉がついております。ですから裏表のある僕なのかなとちょっと勘ぐってしまいました。どうなのでしょうかね。僕は裏表ありますかね。あると思いますよ。僕は裏表あると思います。何せやっぱりそうやって生きないと世の中生きていけないじゃございませんか、なんてことを言っちゃったりしまいますよ。はい、そんなことを言っちゃったり、そういうような生き方でしか僕は生きていけない悲しい僕なのでございました。ですから皆様はなるべくそういう裏表なく生きていかれるようなことができることを望みますよ。そんなこんなでして、もうお時間だと思います。では今回のお一言、簡単にお分かりになられましたよね。では行きたいと思いますよ。サンピアさんの一言、それでは行きます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。
オセロリス。